左側か、あれだ、100メートル、これやな。でけえじゃろ。抜いて下にやって、うん、それで差し込んで、はい、はい、でぐっとぶつかるまで入れてもらって、はい。それで刺すと、はい、それで OK ですね。落とさないでそのまま掴んで、もうちょい広げて、はい、でアームを少し前に出しながら、はい、もうちょい当てちゃってもらって、はい、あとはバケット下ろすだけ。感じですね。でそれ掴んでも大丈夫ですから、曲がんないですから。 2.8 トンのパワーしかかかんないんで、十分壊れることはないです。じゃあそこでいいですから、はい、私さん、はい、ショベルハンドの購入の時をちょっと教えていただきたいです。ネットでちょっと見て、いろいろと、まあ、うちでもこういう木の枝とかね、あと大きな、さっきのね、切ったりなんかしたらね、ああいうのあちこち、整理したり、あと、カンプからね、鍛えたりしてるので、これだとできたなと思って、これ、のり面兼用だから、これ抜いちゃうと短くなるんで、あそこにあるのり面に変えても、はいはい、同じように掴みができますから、はいはい、
ええ、まあ、そんな感じで。これはいいですね。使った感じはどうですか。なかなかいい感じだったんですけど、うん、思ったよりもしっかり使えますね。うん、使えます。これね、トラックなんかでね、ええ、山の方からこう持ってきたりするんですけど、ええ、大変なんですよね。そう、積んだり戻したりとかね。はいはいはい、これは早いです、うん。まあ、朝のちょっとした時間で、もう何でも作業ができちゃうんで、いろいろとまたこの職員の、あの発展の場が広がって、はいはい、重宝すると思います。はい、どうもありがとうございます。はい。はい。